皆さん、トランペットクリエーションの山内博史です。今日はマウスピースの中でペダルトーンからハイノートまで唇がどのような動きをしているのかを紹介したいと思います。まずペダルトーン、ハイノート、今度はボブリブスのマウスピースですけども、これを使って紹介します。まずペダルトーン、ハイノート、お分かりになりましたか？ぜひ皆さんこれを参考にしていただきたいと思います。